ちの、昨夜ランジェリーというオリジナルブランドの、ブランの紹介をしていきたいと思います。まあ、いろんな私 の、 その授乳後の悩みとか、あと、まあ、男性が好きな色、女性が好きな色っていう話もしてきて、そういうことをいろいろこう集約して作ったのが実はこのブランなんですよね。まあ、大きな特徴が5つありまして、それを最初は簡単にご紹介したいと思います。まず、ストラップ機能ですね。この脇のお肉っていうのが、もう一つここにおっぱいがあるかのように、脇にお肉がプニッと出てくることが割と多くの女性の悩みなんですけど、その脇のお肉をしっかりここでキープしてくれる、脇でキープしてくれるように、こうストラップを外側につけてますね。で、この脇にはみ出るお肉をちゃんとここのデコルテに持ってこれるっていう機能になってます。2つ目がこの、脇高構造なんですが、普通のブラよりもここが、高く、脇が高く取ってあります。そして脇が高く取ってある分、ここが3つ、ポック3つになっていますね。そして3つ目は、コルセット機能といいまして、この脇をシャープに見せてくれるための機能で、このサイドベルトにパワーネットを使ってますね。ここを強力なパワーネットを使っていて、そしてここにボーンを入れています。1本ボーンが入っています。このパワーネットとボーンによって、サイドの、おっぱいのお肉がサイドにも流れてきて、ここも広がって、サイドも広がっていくんですけど、それをこのボーンとパワーネットでシャープにキープしてくれるものですね。そして4つ目が、ワイヤーですね。ここにワイヤーが入ってるんですが、形状記憶の機能を持った、チタンのワイヤーを使ってますね。なのでここ の、 ワイヤー自体がとても柔らかくて、当たりがソフトになっています。そして自分のこのラインをバージスラインっていうんですけど、このラインをキープしてくれる機能があって、なのでこう長時間つけてても痛くないし、そしてこう外した後でもバージスラインがくっきりキープできるっていう、つけてる時だけ綺麗でもね、やっぱしょうがなくって、つけた後まで綺麗な胸をキープできるブラっていうのを作りたくて、このワイヤーにはこだわりましたね。で、最後5つ目ですね。っていうのが、5つ目は、このリバーレイスです。で、このリバーレイスっていうのは、イギリスの産業革命の時にリバーさんっていう方が作った織機がありまして、もうアンティークな織機なんですけど、その織機で編まれたものだけをリバーレイスって呼ぶことができます。この織り目がとても繊細で、そしてとても柔らかいですね。目が細かいのでとても柔らかくて、そして、やっぱこう熟練の職人さんしかその織り機は扱えないので、このピッていうレースが出てきたりっていうのがリバーレースのね、その手織り感が出てる特徴ですね。こう大量生産のレースとはまた全然違う風合いなんですよ。っていうレースに、まあ、私が惚れ込みまして、総レース全部レースを使ってるんですけど、この総レースの下着を、まあ、ショーツも全部レース総レースなんですけど、そういう下着を作りたくて実現したのが昨夜ランジェリーです。まあ、その5つの機能、特徴で、まあ、何が変わるかっていうと、ピッと背中に逃げてたお肉を、まあ、このサイドのコルセット機能と、脇高効果とこのストラップ機能で前にお肉をここに持ってこれるので、フィッティングをしただけでサイズアップする方がとても多いですね。2サイズぐらいアップされる方が多いです。で、来られる時にはその実は A カップなんですけどとか、
B カップなんですけどって言って来られて、フィッティングをすると、まあ、C とか D っていうことがザラにあって、っていうのはなぜかっていうと、ここは A なんですけど、実はこの脇と背中に、あと、もう、B カップ、B カップみたいな。で、全部を集めると、結局 D カップになる。D とか E とかになるっていう、このお胸のお肉が、もともと胸だった肉が、脇と背中に移動してるだけなんですよね。だから、元胸だったものをちゃんと胸に戻してあげることによって、正しいサイズが作られますね。うん、ご自身でね、お持ちのブラもちゃんとこう、後ろに肉が残ってないか、脇に肉が乗ったままになってないかをチェックして、で自分でこう手を入れて背中まで手を入れる、でガーッと持ってきます。もしくは背中と下まで手を入れます。でウエストからも持ってくる、そしてきちんと入れるっていうのがね、大事ですね。はい、ご興味のある方は、お問い合わせいただいたり、フィッティング会に来ていただいたり、まあ、ご質問コメントなんかもお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日は、サクヤランジェリーの紹介でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。では。